ンポン。メガネって知的なイメージがありますよね。お前が言っても説得力はないなな。なんでですか？そのリアクションだけで理由は明白だろうな。ふっつーん、切れちまったよ。久しぶりに、マック行こうぜ。仲良しか。てか先生はずっとメガネしとるけど、目、悪いんか？そうなんですよ。メガネ外すと視界が全て3になってしまって。何の呪いにかかってんだお前は。あかりちゃんはメガネしないんですか？うちは別に目、悪くないしな。いやでも、ほら、いつもと違う自分に会いに行く的なノリで、メガネに憧れとか。ないですね。メガネをした新しい自分に生まれ変わりたいとか。ないですね。メガネが自分の生まれ変わりだと思ったりするわけねえだろ僕。なんで全部私が通った道なのに、どの道通ってきてんだお前。もう何でもいいからこれつけてくださいか。やめよ。何するんやお前。ほんまに何したんじゃボケ。はぁ、あ、はぁ、あ、いいね。その滑らかな耳の曲線美に自身の卑しい気持ちを抑えつけることなどできはしない。無駄にさえ渡る言葉のポキャブラリーなんなの。ああしまった。メガネも、メガネもつけなきゃ。いやいらん。でもメガネがないとその豚耳が活かせないですよ。これ豚の耳だったの。ひより、あ、しまった。かわいい。なんやねんこの格好。いやいや、めちゃくちゃかわいいですよあかりちゃん。そんなわけないやん。いや本当に、やっぱりいつもと違って新鮮というか、かわいさが3倍増しになった感じです。そうか。イエス。あ、目線こっちください。しゃあないな。うひょー。ふ、もうええか。いやバッチリです。でも、結局その格好は何なんですかね。てめえ